この選挙の大きな意味ポイントは宮口さん本人がお話ししたのと一緒だと思います。金権政治について具体的なことを私から繰り返すまでのことはない、誰よりも皆さんが一番ご存知だと思いますが、あえて申し上げるとこれは広島だけの話ではないということもぜひ知っていただきたいんです。北海道で衆議院の補欠選挙が行われています。これは現職大臣が大臣室で賄賂を受け取るという、これもまた昭和かというようなとんでもない事件で、結局大臣は国会議員まで辞めることになって補欠選挙になっています。そして昨日新聞で出ました、東京では元経済産業大臣、私も元経済産業大臣なんですが、私の何代か後の経済産業大臣がカニメロン配るだけじゃなくて現金配ってたという話で新聞に大きく取り上げられました。本当に時代が逆戻りをしていると。確かに平成の時代もですね、いろんな政治問題、政治とお金にまつわる問題はありました。でもこんな露骨にお金で票を買うような話とか、大臣が職務権限をガリガリの話をですね、大臣室でだなんて話は平成の時代にはありませんでしたよ。なぜこんなことになってしまっているんでしょうか。その責任は私たち野党にある、一つには思っています。野党が弱いから、どうせ悪いことしたって選挙で勝てるんだから、選挙で勝ち前はあとはうやむやにできる、こんなことが何回も続いてきてしまったんじゃないでしょうか皆さん。そしてまたこの選挙の結果によっては、あそこまでひどいことをやっても有権者は許してくれるんだ、こんなことにして皆さんいいのかということがこの選挙問われているんだと思っています。だから私たちも今度こそ、ここまでひどいことをやったらちゃんと有権者は許さないんですよ、そういう選挙結果にしなきゃいけない、だからいい候補に立ってもらって総力を挙げて戦わなきゃいけない、そう思ってやってきました。幸いなことに宮口春子さんという素晴らしい候補者に巡り合うことができました。そして本当に党派を超えて幅広い皆さんにこの選挙を一緒に戦っていただいています。だから一部のメディアでは基礎票では2倍ぐらい差がある、そう言われていた選挙にもかかわらず本当に大接戦になっています。今日も東京から来る飛行機、私の他にもう一人警護対象者、つまり大臣が乗ってました。もう日本中、この広島が勝負どころだということで、相手陣営も含めて総力戦になっております。最後に決めるのはやはり有権者の皆さんお一人お一人だというふうに思っています。多くの皆さんがこの選挙に至った経緯について怒ってらっしゃる、呆れてらっしゃる、あるいは諦めてらっしゃる、いろんな思いの方がいらっしゃるんじゃないかと思います。でも思っているだけでは何も変わらないんです。怒っても、いくら怒ってもそれだけでは何も変わらないんです。いくら呆れても何も変わらないんです。それどころか何もしなければもっとひどいことになるというのがこの間の流れだったんじゃないでしょうか。怒りは、呆れた思いは必ず一票に託していただいて、選挙結果で突きつけなければ同じことが繰り返される、もっとひどいことが繰り返される、ぜひそのことをお集まりいただいた皆さんはご理解いただいていると思いますが、一人でも多くの周りの皆さんにこれから残りわずかですが、ぜひ伝えていただいて一票でも二票でも追加させていただきたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。もう一つは新型感染症です。私はちょうど10年前今頃、ずっと総理大臣官邸に事実上泊まり込んでました。東日本大震災と原発事故がありました。あの時官房長官という、まあ、いわば危機管理の要役の立場にいました。今回の感染症はあの時に匹敵する、もしかするとあれ以上かもしれない、おそらく戦後の日本の歴史にとって最も大きな国家的な危機だと私は思っている。だけど昨日菅総理が夜8時から記者会見やりました。その前に国会では西村担当大臣が
3度目の緊急事態宣言について説明して質疑を行われました。残念ながらあの時のような切迫感や危機感は感じられません。残念ながら1年も経っているのに、実は私たちは同じことを言い続けざるを得ない状況になっている。森本さんからは、古賀さんからも言っていただいた通り、我々には対案がある、いや対案があるところじゃない、政府与党に案がない、そういう状況です。徹底して検査をしなければならない、感染症対策のいろはの意じゃないでしょうか。特にこの新型感染症は症状が出ない方がいる、そして症状が出ない方でも人にうつすことがある。だから症状がない感染者を見つけて、その人が周りにうつさないように隔離させていただかなければ、どんどん広がるのは当たり前なんですよ。なぜ徹底した検査しないんですか。1年前から言い続けてます。飲食店や観光関連をはじめとして、またこの時期か、去年もゴールデンウィークがピークでした。次は夏休み、お盆休みでした。そして年末年始でした。このまま行くと、これこの間の緊急事態宣言解除するとき国会でやることにしました、私菅さんと。こんな時に解除したら次はゴールデンウィークですよと我々強く警告していました。残念ながら案の定またここにピークが来てしまったじゃないですか。当事者の皆さん、当事者は飲食店や観光業者だけじゃありません。そこに食材を納めている農家の皆さん、水産業の皆さん、例えば飲食店などおしぼり業者の皆さん、本当に幅広い皆さんが補償も受けずに売り上げが上がらない、倒産の危機をもう1年以上、なんで補償しないんですか。なんでせめて2度目の持続化給付金出さないんですか。そして多くの市民の皆さんの暮らしだって、それは感染症による、例えば巣ごもり需要で潤っている方も一部にはいらっしゃるかもしれないけれども、多くの皆さんが仕事が減った、バイトが減った、残業が減った、医療従事者の方ですら手取り収入が減ってる、こんな状況なんですよ。なんでこうした皆さんの暮らしを支えるために金出さないんですか。 GoTo トラベルでは金出しといて、全く暮らしの現場、感染症危機の現場、そこに根ざしていないんですよ。1年経ってダメなんだから、この人たちにはやる意思も能力もないんだということを、そろそろ結論を出すべきじゃないですか皆さん。徹底した検査、そして徹底した水際対策。だって去年の暮れには変異株入ってくるの大変だぞって言ってたんですよ。いや、変異株入ってきたらどういう強さだかわからないから、一切海外から入れるの一旦止めろ、国会で野党言ってるんですよ。それを広がってみてから、こんなに変異株が広がると思わなかったって、昨日堂々とこれも菅さん言ってるんですよ。私たちはこれも1年の近く前から提案をしています。ゼロコロナ戦略と名前をつけました。いや、ゼロになんかなりっこねえだろう、頭から否定するんです。違いますからね。ゼロコビット、海外ではコロナって言わないでコビットって言うんです。ゼロコビット戦略、ニュージーランド、オーストラリア、台湾、いずれも同じような戦略を取りました。徹底して海外から入れない、そして国内では徹底的に検査する、そしてとにかく感染ルートを終える程度まで減らす、そこまで減らしたら感染ルートを終えるんですから、一人出たらすぐにその周辺だけドーッとちょっと我慢してください。その間に全員検査すれば、そこから広がらないんですよ。このゼロコロナ戦略取って成功したんです。だからニュージーランドとオーストラリアの間は自由に行き来できるようになったんです。どちらもそれ以外の国から入ってくるのはものすごい厳しいです。でもこの両国の間は行き来自由なんです。自由にしたらオーストラリアで実は2人ほど出たんですが、2人ほど出たらその町だけガッと1週間我慢してください。その間に全員検査します。これで済んじゃうんですよ。なんでこの3つの国できるのに、なぜ日本だけできないんですか。やる気がないからですよ。
例えばヨーロッパの国々など陸路で国境を接していたらなかなか国境を閉じることできません。オーストラリアもニュージーランドも台湾も、島国ってったらオーストラリアは大陸だってお叱り受けたんですが、でも国境を海だ。だから同じように海外から水際で止められるんです。我々にはしっかりとしたこういった案があるんです。やらせてください。そして私たちには、あの10年前の東日本大震災の危機管理に当たった、至らない点もたくさんあった、でもそれだけ教訓を得た経験がある。どうしたら国家の総力を上げて対応できるのか、実際にそれをやった経験もあります。ぜひ私にやらせてください。この COVID 対策、感染症対策をやらせてください。もう4度目の緊急事態宣言ではこの社会は成り立たないんです。ここが大きなチャンスなんです。ぜひいい加減にしろと、もっと本気で危機感を持ってこの感染症対策をやれと、これを言えるのは、今救急車呼んでも病院に運べない大阪の人たちは意思を表明したくてもできないんです。それに近づいている東京の人たちもできないんです。全国で札幌と長野と広島の皆さんだけが今の感染症対策おかしいぞ、何とかしろという声を上げることができるということをぜひ大事にして使っていただきたいと思うんですが、皆さんいかがでしょうか。宮口さんはもうお集まりいただいている方にはご承知の通り、障害を抱えていらっしゃるお子さんを含めて3人の子育てをしてこられた子育ての当事者、一番政治に声を上げたくても上げられないんです。障害をお持ちのご家庭、声を上げたくても上げられないんです。世の中には一番政治の力が必要な人ほど声を上げられない。今例えば医療現場で本当に大変なリスクの中、大変な重労働の中頑張っていただいている方、本当に仕事忙しくてニュース見る間も新聞読むもなくて声を上げるところじゃないんですよ。営業が成り立たなくたって倒産しそうになってらっしゃる方は声を上げたくたって上げられないんですよ。そうした人たちがたくさんいるんだということを誰よりも知っている宮口春子さんだからこそ、あなたの今厳しい立場にあるあなたやあなたの周りの人たちの声をしっかりと届けていける代表なんじゃないですか。この感染症危機の中で一番厳しい暮らし、一番厳しい環境の人たち、その人たちをしっかりと支えて社会を支えていくために、今こそ宮口春子さんのこの経験のこの思いが必要なんじゃないですか、皆さん。選挙は最後の3日、最後の3時間言われています。いよいよその最後の3時間です。ぜひ皆さん、宮口さん頑張れというその思いを一人でも多くの周りの皆さんに声をかけていただき、投票所に足を運んでいただき、変わらず一票でもいいから勝ちましょう。そしてこの広島から真っ当な、貧権ではない真っ当な政治を、そして命と暮らしを守る感染症対策をしっかりとやらせていく、そののろしを上げていこうじゃありませんか。私たちも頑張ります。